地獄なんすか。まあだと思いますよあ、自分から地雷を、はい、あら、楽園を想像されてるんですか。いや、とてもそうは思えないんですけどいやいや、でもほらなんかみんな喜んで結婚するわけじゃないですか、はいはい、そうするときっと、なるほどね、で、はい、大体みんなおめでとうございますって言うんですよ、はい、でそれってなんか嬉しいからこう言ってるわけじゃないですか、はいはいはい、あ、なんでそんな死んだ目で僕を見るんですかいやほら人によってはね、あのゲーム業界なんかだと割とおめでとうございますって言いながら目が死んでたりするんですよ、はいはい、そうなんですね。あ、でも仕事がハードだからじゃないですか、やっぱりもうなんかめちゃくちゃですからね基本的にそうですね、はいはい、もうこれ以上突っ込むのやめましょうかな吉田さんって最近家に帰ってんのって月何回ぐらいですか。いや、でも毎日帰ってますよ。あ、帰ってはいるんですか。もう必ず本当に家の自分の布団で寝ないと何にもできないんで、たとえ2時間でも、で通勤僕大体45分ぐらいかかるんですけど、はい、それ必ずかけてでも2時間ぐらいは寝に帰ります。ナイーブなんですね。ナイーブですよ。あの全然、たまに開発で倒れて寝てますけど全然疲れ取れないんで、はい、必ず帰りますね。だから僕疲れ取れないのは40過ぎてからですか。37ぐらいからですね。っていうか Q14 やってからですよ、ね、僕だって Q14 から新生14、はい、この運営に至るまでに、はい、その会社で徹夜したの1日だけですもん。あ、そうなんですか。本当に正しい毎日行ってるみたいな感じですか。そうです、そうです。あ、すごい。土曜日しようもない大体 FF14 のせいで書かれてますけどいや本当に、あの徹夜ダメなんですよ。その1回やったら、はい、もう翌日も翌々日も全然グダグダで、へー、もう絶対ダメだと思って。へー、結構じゃあ普通に家帰って家族とサービスして会社行って仕事してっていう。サービスって何を指すのかがわからないんで普通の既婚者の方いらっしゃいますかこれだからめんどくさいな本当に家族サービスって何すればいいですか